高校3年生の女性でも整備士になれますかってコメントが来てたんですけど、うん、どう思います？なれ、うん、専門学校ってまずなれますよね、まず。始まりましたメカニク TV、 今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はねコメントが来ててそれに返していこうかなと思うんだけど、女性整備士について、高校3年生の女性でも整備士になれますかってコメントが来てたんですけど、どう思います？なれ専門学校ってまずなれますかね、まず。そうだね、この質問がちょっとざっくり、すごいコメントくれて嬉しいんだけど、まあ、結構ざっくりなんだよね。なれる、簡単に言うともう慣れますよね。慣れます。で、一応整備士って一つの工場に何人以上整備士の資格を持ってる人がいたら、整備士の資格を持ってなくても整備士として働けるのね。ですよね。なのでいつでもなろうと思えばなれるんですよ。で、今高校3年生だったら結構二手に分かれると思うの。専門学校に行って資格を取るか、もうすぐガソリンスタンドとか工場で働きつつ資格を取る勉強をするかに分かれるんだけど、産休の場合は別の経験が、1年1年、はい。だから普通に今じゃあ高校卒業した後に働こうってなって工場で働いたら、まず1年間下積みだね。でそこでまず1年経ったら産休の試験を取るため の、 なんていうの、資格が取れる。実務経験が1年ないと資格が受けれないんだよ、ね、受けれないです。でそこから2級ってなるとトータル3年必要なのね。だから、まあ、整備士として働こうと思った時に整備士の資格を持って働こうと思うんだったら最低3年は必要ですね。女性だからダメってことはないし、まあ、私も9年やってる。で私の場合は専門学校行って取ったのね。そうすると実務経験3年とかいらないし、整備士の資格を取る時に、実技が免除、筆記のみ。で実技って何やるんですか？私専門学校行っちゃったから分かんないんですけど、2級の、まあ、そうだって3級とかだと比較的ね、実はそんなに難しくなくて、実技も、筆記の方が難しいの。筆記はまあ過去問題をしっかりやってれば大体受かるのと、まあ過去問題とか私はすっごい専門学校とかはすっごい勉強したんだけど、今やれって言われたら多分受かんないね。意外と実技、整備士始めてからそれを使ったかって言ったら、なんか軸重とかも計算の仕方とかありましたね。やるよね。そんなもう取ったことない、今まで一回も軸重なんて。一応ガソリンとディーゼルで、そうですね、分かれてて、過去もしっかりやっていれば8割ぐらいでももし今じゃ高校3年生でしょ、私が。確かに私も高校3年生の時に進路について悩んで、私はやっぱ手っ取り早く整備士の資格が欲しかったから専門学校に行ったの。やっぱ専門学校行かないと3年かかるから。で専門学校だと2年、2級だったらね2年で取れるから、まあ、手っ取り早く行くんだったらそっちかな。そうですね、あと専門学校とか職業訓練校、県立なので金額もだいぶ安いです。そうだよね、はい、どっちがおすすめかって言ったら、難しいですね。予算によりますからね。そうだね、はい、で専門学校ってね、まあ、300万ぐらいかかるんだよね、うんうん、だからもう親に出してもらうっていうのもありだけど、あんま負担をかけたくないならとりあえず働くかな。私が今もし高3に戻れるんだったら早く現場に出て早く車を覚えた方が結果効率が良かったな。けど専門学校だと実技が免除だから、ね、受かる率はめっちゃ高いかもね、うん、専門学校行った方が、ね、筆記だけだから、娘さんが整備士になりたいって言ったら整備士学校とか行った方が、まあ、その後の就職とかは、あ、まあそうだね、いきなり資格なしだとちょっとあんまり間口が狭いかもしれないですね、ま、給料もちょっと安くなったりするから ね専門学校をおすすめしようかな、この番組は。そうですね、専門学校か職業訓練校で。そうだね、はい、ということで、まあ、女子だからできないということはないので、ぜひこのコメントくれた君、整備士になって資格が取れたら連絡くれれば、ぜひメカニック TV に出ていただこうと思います。今日のメカニック TV ここまで。
皆さん、メカニック TV いかがだったでしょうか。見てみて、メカニック TV ロゴとか T シャツができてる。これからチャンネル登録者数が増えればもっと面白いことができると思うし、私も整備士やってる子たち、これから目指してる子たちのためにいろんな活動をしていきたいと思うので、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もね、